ベネズエラ海軍は、ベネズエラの海軍。海軍総司令官の下、以下の職位、組織がある。2007年時点で、現役兵総員18,300人、内徴収兵4,000人。ベネズエラ海兵大使館の旗人員7,000人から、なる。その他の部隊カーサ212人員500人からなる。人員1,000人と選定が、約25席からなる。 2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、過去に収益した艦艇については、ベネズエラ海軍艦,艦艇一覧を参照。通常動力型潜水艦サバロから1976年、カリベから1977年フリゲート・マリスカル、スクレから1980年アルミランテ・ブリオンから1981年、 ヘネラル・ウルダネタ1981年ヘネラル、ソーブレテ1981年ヘネラル・サロンから1982年、アルミランテ・ガルシア1982年、高速戦闘艇コンスティトシオン1974年、インデペンデンシア1974年、パトリアから1975年、フェデラシオン1975年、リベルタから1975年、 ビクトリア1975年紹介館2011年から2011年から2012年、収益予定2012年、収益予定具合イマークト、2010年ジャビレ2010年ナイグアタ2011年。2020年に、クルーズ船に体当たりし、沈没玉名湖2014年河川紹介艇マナウレ、マラ、具合イイプロ、玉など、テレパイマ、ジャークイ、紹介艇。 他12隻戦車揚陸艦カパナ1984年、エセキボーカラ1984年ゴアヒーラ1984年、ロスジャノス1984年中型揚陸艇、クヤポ、ジョピット汎用揚陸艇、マルガリータ1984年ラオレチーラ1984年、エアクッション型揚陸艇海洋観測観測料艇、 ガブリエラ1974年から1974年、練習反戦補給開口用衛戦輸送艇、支援艇、ロス・タンケス1981年、ロス・カジョス1984年2011年6月、現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、固定翼機回転翼機、ありがとうございます。